あら、どうやら私たちが心配している問題はこれで全て解決できそうね。軍玉閣へようこそ。よかったです。どうしたらいいのか困っていたので。まさか本当にあなたが来てくださるなんて思ってもいませんでした。あまりにも急なことで。でも信頼できるあなたさえいてくれればきっと。ええ、簡単に言うと秘書の助っ人としてふさわしい人物を探していたの。誰が適任か長いこと話し合っていたのだけれど、あなた以上に納得のいく人物は出てこなかったわ。実は明日、私が最も信頼する3人の秘書が重要な競売を担当することになってね。でも彼女たちには普段の業務もあるし、それをないがしろにすることもできない。秘書の業務には部外秘の情報も多数含まれているわ。だから信用に足る人物で、かつ利害関係のないものにしか託すことができないの。そういうこと。この件について話し合ったところ、真っ先にあなたの名が上がったわ。共に過ごした時間はそう長くはないけれど、あなたなら私も安心できる。これは公にできないことだし、あなたにとってはただの雑用に過ぎない。手のかかる仕事な上にこれに費やす時間もそうないかもしれないけれど、そう思われる可能性があっても、私は一縷の望みをかけて旅人にお願いしてみたいと思った。あなたが来るまでの間、断られた時のことを想定して別の案を秘書たちと相談していたわ。でも妥当な代案は思いつきませんでした。今後はこのような事態に備えてあらかじめ対策を考えておかなければなりませんね。こうしてまたあなたに借りを作ることになってしまったけれど、あなたが来てくれたおかげで私たちの切迫した状況は解決したわ。心配はいらないわ。スケジュールの調整や有用な情報の管理など、どれも基本的な仕事ばかりよ。いずれも冒険者にとっては必要な能力ね。仕事に関する質問は後ほどお答えしますね。秘書の業務は先ほどの事務処理に加えて、行幸様の衣食住の手配などあらゆる需要に応える必要があります。そう難しく捉えないで。無理なことは言わないわ。あなたの判断と考えを十分に尊重するから。それじゃ執務室に行きましょう。詳しい仕事は客式が教えてくれるわ。かしこまりました、行幸様。では行きましょう。具体的な仕事内容を説明する前に、一番重要なことをお伝えしておかなければなりません。行幸様はリーユエ七世の一人であり、その一挙手一投足は何千人もの方が注目しています。行幸様のイメージを常に完璧なものに保つこと、それこそが何よりも重要なことです。そして私の普段の仕事は行幸様の最も頼れる後ろ盾となること。行幸様のイメージを保ちつつ、日々の悩みを解決するため手助けをしています。例えばスケジュールの調整、それから行幸様がお召しになる服を選んだり、着替えのお手伝いをしたり、香水をつけたり。 いえ、あなたの勘違いです。私はただこれらの仕事がいかに重要であるかを念入りに伝えようとしただけで。百式は仕事に対して常に熱心なの。
与えられた仕事をいつも完璧にこなしてくれるから、私も安心して任せることができるわ。彼女が先ほど言ったことも、心の中にある熱い思いをあなたに伝えたかったからでしょう。ありがとうございます、恭子様。話を戻して、もう少し実践的なことを紹介いたします。百行と百文。この二人が専門性の高い仕事をしているのに対し、私は主に行幸様のスケジュール管理や衣食住を担当しています。私がこれまでに培ってきた方法やコツをお教えしますので、あなたも問題なく仕事ができるはずです。さすが噂に名高い旅人さん。それでは面倒な教えは省きましょう。早速あなたにお任せしたいと思います。現在まだ予定に組み込まれていない案件が133件あります。そのうち17件が比較的重要な案件です。これでも事前に整理をした状態なんですよ。ただ時間が限られていたので細かく整理することはできませんでしたが、重要な案件は順番に説明しますので、わからないことがあれば遠慮なく聞いてください。まずリーユエ八門の代表者との定例会議です。その後税法改正についての意見募集を行います。続いて国政様と土地取引の期限問題について意見交換、それから各省会の会議への出席、その次は、はい、もちろんです。このような仕事をやったことない方はスケジュールに優先順位をつければいいだけのように思われるかもしれません。ですがそんな浅い考えで務まるような仕事ではないのが実際のところです。各所へ移動する際の効率を考慮したり、不測の事態に備えたりしておく必要もあります。またそういった事態に対して有効な手段を講じるには、それに関する豊富な知識を持ち合わせてなければなりません。先ほど挙げたものの中に何か不安に感じた内容はありましたか？それでは説明を続けます。ただあまり時間がありません。まだまだ説明しなければならないこともありますし、あなたが行幸様のスケジュールを整理する時間も残さないと。もう理解したのですか？さすがですね。私が想定していた中で最も効率の良い結果です。それじゃ明日のスケジュールはお願いね。ええ、協力感謝するわ。ではここはあなたに任せるわね。私は残っている仕事を片付けてくるから、何か不明な点があったら百式に聞いてちょうだい。いってらっしゃいませ、行幸様。はい、優先度と時間効率の両方を考慮できていますね。無駄もなく計画性もあり、注意すべき点も抑えてある。とてもよくできていると思います。どうやらあなたには才能があるようですね。さて、それでは明日の朝、行幸様がお目覚めになる前に軍玉閣へお越しください。スケジュール通りに一日が進むよう準備をお願いします。あなたがいれば私たちも安心して競売の仕事に専念することができそうです。私もそう願っています。お疲れ様でした。今日は早くお休みになってください。
わかってるわ。もう起きてるわよ。少し待っててちょうだい。今着替えるから。おはよう。昨日はゆっくり休めたかしら。それは良かったわ。慣れないことをお願いしたから心配していたのよ。それじゃあ、あなたが調整したスケジュールを見せてちょうだい。まずは瑠璃邸に向かい、羅光さんが手配した昼食会に参加するのね。ああ、思い出したわ。これは入念に準備しないといけないわね。いいえ、会ったことのない方よ。今日の昼食で初めて会うことになるわ。彼女は私の時間を高額で買ってくれたの。だから当然私も誠意を持って対応しなければならない。そうしないと瑠璃邸で昼食をいただくだけで何千万ものモラを使ったことになるわ。そんなの割に合わないでしょ。そうよ。でもたとえこのように高額なモラを支払うことになっても、私と昼食を共にしたいという人は減ることがない。先に言っておくけれど、私は値段について何も関与していないわよ。これほど高額になるなんて私も少し驚いてるくらいなんだから。私にとってこういった昼食会よりも時間の方が貴重なものだから、このような方法を思いついた時に一番高い値をつけた人がこの権利を得るというルールを設けたの。その後それは次第に多額な利益を生む商品へと変わっていったわ。まさにその通り。このような機会を買う人の多くは、その権利を入手するのに使ったモラを後で倍にして取り返せると思っている商人たちよ。複雑な市場で利益を得るためには、自身の洞察力と先見性が重要になるわ。私は自分の理解の一部を他の人に共有しているだけ。その理解が実際にどれだけの価値のモラになるかは、人によって捉え方が違うから一概には測りかねるけどね。あなたはとても幸運よ。この昼食会の会話を一銭も払うことなく聞くことができるのだから。大商人の手にかかれば、このような情報は数千万もの価値になることがあるわ。そう固くなる必要はないわ。出発の前にまずは朝食をいただきましょう。これらの朝食もすべてあなたが用意したの？なるほど、そういうことね。とりあえず座って、軍玉閣の料理人の腕前を味わってみてちょうだい。あまり時間を置きすぎると味も落ちてしまうわ。どう？お口に合ったかしら？この後昼食会があるのも忘れないようにね。今食べ過ぎるとさらに美味しいものを食べられなくなってしまうわよ。でも
私の思考を気に入ってくれたことは素直に嬉しいわ。たまにね。大抵はみんな仕事に追われているから、一緒にゆっくりお茶を飲んだり朝食をとったりする時間はあまりないの。普段の朝食もここまで手の込んだ豪華なものではないわ。だから今日ここに来た時少し驚いたのよ。てっきりあなたが自分で料理して私のために多めに作ってくれたのかと思ったわ。冗談よ。普段より多く手配されている分は客式が昨日準備してくれたものみたいね。面倒な仕事だと分かっていながらそれでも引き受けて尽力してくれるなんて、秘書たちも私もあなたにとても感謝しているわ。ここでの食事が私からのささやかなお返しになるといいのだけれど、朝食は一日の状態を左右するわ。だから決してないがしろにしてはいけないの。朝起きて食事をただの反復作業だと感じるようになったら、何もしないうちから疲れるようになってしまうわ。さて、食べ終わったようね。そろそろ瑠璃亭に向かいましょう。でもその前にまだ準備しなきゃならないことがあるの。私の服を部屋まで持ってきてもらえないかしら。服を着替えれば気分も変わるわ。着替えた後の私を見たらきっと印象もまた違ったものになるかもしれないわよ。服の準備はランヨに頼んであるわ。彼女のところで受け取ってきてくれるかしら。それじゃお願いね。私は先に部屋に戻っているから。こんにちは。何かご用ですか？あ、はい、お聞きしております。すぐにお持ちしますので少々お待ちください。こちらになります。行幸様にお渡しください。この部屋には衣服だけでなく、あらゆる種類の工芸品や玉器など収蔵品がたくさんあるんです。その上、最近は行幸様の意向で室内の配置替えを行っており、部屋が少々散らかっております。ですので部屋の中を行き来するのも大変な状況でして。それではこちらの服はあなたにお任せしますね。服は持ってきたかしら？そう、この服よ。少し待っててちょうだい。これは新しく注文して作った冷装で、私もとても気に入っているの。どう？単刀直入にあなたの第一印象を教えてもらえるかしら。はあ、ありがとう。実は少し緊張していたの。あなたにそう言ってもらえて私も自信がついたわ。どんなに美しい服でも心に不安や迷いを抱いてしまえば、美しさはおろか調和さえも得られなくなる。だからあなたに褒めてもらえたことは私にとってとても意味のあることなの。それでは早速瑠璃亭に向かいましょう。
ごめんなさい、お待たせしてしまったわね。いえいえ、とんでもございません。行幸様は毎日膨大な量の仕事をされております。わざわざ時間を割いていただいただけでも非常にありがたいことです。ではお互い遠慮せず、もっと自然に話しましょう。こちらは旅人、彼の名は聞いたことがあるわよね。今日ちょうど彼がリーウェコーに来ていたから一緒に来るよう誘ったの。彼と食事しながら会話するのもとても貴重な機会だと思うわよ。彼も同席させて構わないかしら。もちろん歓迎いたします。むしろ思いがけない幸運です。まさかあの有名な旅人さんがいらっしゃるとは。かねてよりずっとあなたのご活躍に興味がありまして、お聞きしたいことが山ほどあるんです。あ、つい興奮を。失礼しました。まずは自己紹介からですよね。私はラコーと申します。布地を主に扱う商人です。ただ最近他の商品も扱ってみたいと考えております。そこで行幸様の経験則をお聞きしたいと思っていたのです。しかしこのような予期せぬ収穫を得られるとは思いもしませんでした。どうやら噂は本当のようですね。噂？それはどういったものかしら。もちろんそちらの旅人さんと行幸様の関係がただならぬものだということですよ。お二方ともそういった噂を聞いたことないのですか。行幸様の行動には何千万人もの人が注目しています。ですから必然的にその人間関係にも注目が集まっているんです。お二方の関係が特別でない限り、リーユエコーに来たことを知ってすぐ食事に誘ったりはしませんよね。面白い噂ね。見ての通り、私たちの間に問題となるようなことは一切ないわ。この旅人はリーユエコーの英雄であり、現在の繁栄に貢献をした人物。またリーウェ七世という後人の立場を抜きにしても、個人的に私は彼のことを高く評価しているの。もちろん問題など何もありません。ただ行幸様の周りにあの船長以外にも面白い人物が増えたと思いまして。旅人と彼女を一緒にしないでほしいわ。北斗がリーウェ港に戻ってくるたび、私は頭を抱えているんだから。彼女のせいで何度千載一遇の投資機会を逃したことか。時折わざとやっているのじゃないかと疑ってしまうほどよ。投資というのは最近流行りの発酵水のことでしょうか。いいえ、他の商品よ。発酵水に関しては誰かが商品を買うように煽っているだけね。しかしフォンテーヌには発酵水を大量に使用する画期的な技術があると聞きましたが。本当に儲かるのであれば、それを知っている人は少ない方がいい。あのように大々的に宣伝する道理もないでしょ。それに先日秘書に調べさせたところ、発酵水の価格がその加工品のもたらす利益をはるかに上回っていることが分かったわ。だからこの投資には気をつけた方がいいわね。なるほど。実はもともとこの商品の将来性を行幸様にお伺いしようと思っていたんです。私の考えだと、この商品に対して下心を持つ者がたくさんいるわ。近い将来多大なリスクを負うことになるでしょうね。未来とは非常に不透明なもの。今あなたが手にしているモラは一枚一枚コツコツと稼いできたものよ。それを使うときには、稼いだときと同じように慎重にならなければならないわ。あなたもそう思いますか？はい、わかりました。あなたたちがそうおっしゃるのであれば、
私も慎重にことに当たりたいと思います。ひとまず今回は見送って別の商品へと投資した方が良さそうですね。教皇様、本日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。心の中にあったモヤが全て晴れました。ええ、お役に立てて何よりだわ。なぜ行幸様がリーユエコーで最も成功した商人になれたのかを今ようやく理解できました。頭脳明晰で知識が豊富、その上情報通でもある。どれも長い時間をかけて培っていかなければならないものです。長いこと話を聞いているだけで少し退屈だったんじゃない？商売に興味を持つようになったかしら。それはあなたに才能があり理解力も高かったからよ。もしモラに困ったら何か商売に挑戦してみるといいわ。それでは私はこれで失礼します。今回の昼食会は私にとって非常に有意義な時間でした。何か新しいことに挑戦してみたくなりうずうずしています。ええ、さようなら。近いうちにあなたから良い知らせを聞けることを願っているわ。昼食会はこれで終了ね。次の予定が入っているとは思うけど、やはり競売の方が少し心配だわ。3人ともうまくやっているかしら。そうね、今日の競売の参加者たちは一筋縄ではいかない相手よ。彼女たちがいくら経験豊富とはいえ少し心配だわ。競売場に行ってみましょう。場所は玉境内よ。行幸様、どうしてこちらへ？ちょっと心配だったから様子を見に来たの。もうすぐで準備が整います。客人も続々と集まっているので予定通りに開催ができそうです。そう、分かったわ。競売の進行役は私に任せて。え？行幸様が自ら？そうよ、何かあれば私が直々に対応するから。では会場のことは行幸様にお任せします。会場の外のことは全て私たちにお任せください。あなたは競売に参加したことはあるかしら？じゃあ今回参加してみない？もちろん入札しなくてもいいわ。雰囲気だけでも感じてみてちょうだい。ええ、なら競売が始まるまで辺りを見て回るといいわ。気になるものがあるかどうか確かめるためにね。そろそろ時間ね。では始めましょう。好きな場所に座ってちょうだい。あら、何かしら？それはあらゆる情報をもとにあなたが判断してみてちょうだい。
それも競売の醍醐味なの。自分の心が許容できる限り、どんどん値を上げていけばいい。そしてその値が自分にとって受け入れられないものであれば、他人に譲るしかない。もっとも公平な価格とはならないかもしれないけれど、その価値を最も認めるものを確実に選び抜くことができるわ。ええ、楽しんでちょうだい。はじめの品は私が大切にしている茶碗よ。まずは1万モラから開始するわ。誰でも自由に入札してちょうだい。2万で。3万。5万。8万。8万だ。じゃあ私は10万です。12万。15万。これでどうだ。15万。他はどうかしら。17万。18万。18万。これ以上の方はいないかしら。では18万で落札。これで俺のものだ。それじゃ次の品を紹介するわ。ずっと夢中になっていたようだけど、何も手に入らなかったようね。当然よ。私は最初から何かを売るためにここに来たわけじゃないからね。あなたは今、あんなにも普通なものがどうして高値で売れたのか不思議に思っているんじゃない？気になるのなら競り落とした人に直接聞いてみなさい。きっと納得のいく答えが彼らから返ってくると思うわ。全然落札できませんでした。まったく運が悪すぎます。それに皆さん実に手慣れていました。あんなにも競争が激しいなんて。仕方ありません。また次の機会に挑戦することにしましょう。いつか必ず運が味方してくれると信じています。え？どうしてあんな高値で買ったのかですか？決まってるじゃないですか。これらはすべて行幸様のものなんですよ。確かに品自体はありふれたものに見えますが、それは私に見る目がなく知識が不足しているからでしょう。とりあえず買っておき、それから鑑定してくれる人を見つければあっという間にお金持ちになれますよ。今回かなりの額を投じてしまったが、最終的には満足のいく結果を得られたな。あの行幸様から買ったものだ。不当な値のはずがない。俺のように行幸様を信じる買い手は大勢いる。俺がどれだけ稼げるかは、その熱狂的な信者がどれほどいるかにかかってるんだ。理由は分かったかしら。ええ、参加者の誰もがこれら商品にあまり市場価値がないことを見抜いているわ。けれどそれでも高い値を提示した。この価値を信じる理由は
本当に私への信頼から来るものかしら。もう少し待てばわかるわ。きっと今回最もモラを使った人が最初に気づいてここに来るはずよ。私を盲信する人を利用してちょっとしたモラを稼ぐだけなら、競売を開くよりもっと簡単な方法がいくらでもあるわ。実はね、この競売の参加者はすべてある情報に基づいて私が選出したの。良子様、本日競売にかけられていた品ですが、何かおかしいような気がしまして。ありえないこととは存じますが、無礼を承知でお聞きいたします。天珠園様、このような競売でまさか偽物を売ったりしていませんよね？偽物？模倣する対象もないのにどう偽物だと判断するのかしら。あれらは普通の品よ。それに誰かに脅されたり誘導されたりしたわけでもなく、みな自発的に入札していたわ。それは行幸様を信じているからです。行幸様がモラを愛していることは誰もが知っています。しかし同時に、私たちは行幸様が決して不正行為により人を騙す方ではないと信じているんです。あなた、とても危うい言葉を放った自覚はあるかしら。もし証拠を出すことができなければ、名誉毀損であなたを訴えることだってできるのよ。競売の商品や全体の流れに不満があるのなら、それを明確にしてきなさい。それは、はあ、理屈の上では確かに何の問題もないので、私も損を認めざるを得ません。ただ本日の競売のことが知れ渡れば、行幸様があまりにも狡猾な方だというのが広まるはずです。今後誰もあなたと取引をすることはなくなるでしょう。果たしてそれは行幸様にとって本当に利益になることなのでしょうか？じゃあ私も聞くわ。あなたは私への信頼から高額のモラを支払ったと言ったけれど、本当にそうかしら？それ以外に何があると？それはあなたが今私の軍玉閣にある貴重な収蔵品を密かに保管しているからではなくて軍玉閣が落ちた時、無数の収蔵品が海に沈んでしまった。その後私は回収作業を手配したけれど、それでも多くの品が失われたままになったわ。でもその多くが目に見えない形でリーウェイ港へと戻ってきて、商人の手を幾度も行き交い、あなたの手へと渡った。まさか。そう。今日の参加者は全員、私の失われた収蔵品を持っている。言い換えれば、私の品で甘い汁を吸ったことがあるからこそ、またもいい思いができると確信していた。さて、それでも高額であれらの品を購入したのは欲に駆られた結果ではなく、信頼によるものだと言えるかしら。この競売は収蔵品を取り戻すためだけに開催したの。他には何の目的もないわ。もし収蔵品を素直に返すというのなら、あなたが競売で使ったモラも全額返金する。わかりました、お返ししますよ。やはりあなたは実に手強い方だ。今すぐ取ってきますのでお待ちください。決して褒められた態度ではなかったけれど、協力してくれたからよしとしましょう。海から回収された品々は幾度も転売され、状況もそれぞれ異なっている。だから所有権が誰にあるのか、それを判断するのが非常に困難なの。エンヒも私の主張を支持するのは難しいと言っていた。私の性格上、もう一度それらを買い取って
モラを騙し取られるなんていうのもごめんだわ。そこで実際に探りを入れてみると、やはり協力してくれない人の方が多かった。だから競売を利用して手っ取り早く解決することにしたのよ。自分のものを取り戻したいと思うのは人間として当然のことでしょ。それに実はもう一つ理由があるの。少し稚拙な考えかもしれないから誰にも話していないのだけれど、あなたはどうして軍局閣でオセルを撃退できたと思う？ええ、内部に含んだエネルギーと自身の重さによってよ。その重さによりブレることなくオセルの芯を捉えることができた。そしてエネルギーが含まれていたからこそ、あのまばゆい爆発を引き起こした。壁や梁、大小さまざまな装飾品、軍玉閣のすべてがその時重さに変わったわ。でもそれらは最終的に商人たちの欲を満たすためのものとなってしまった。それを思うたび心が落ち着かなくなるの。ね、理解してくれてありがとう。ちょうど品が届いたからあなたにも紹介するわね。歴史はこの文化的な異物にまばゆい光を凝縮させた。それが今また新たな時代に合わせて意味を持つようになったの。完全に気をつけてください。